生者の灯籠。小学生の頃、よくマルセ村という山奥にある村に遊びに行ってました。毎年夏になると、写真好きの父に連れられ村を訪ね、村外れにある川で泳ぐのを楽しみにしていました。私が小学4年生の夏、いつものように父にくっついてマルセ村の川に泳ぎに行きました。父は川から少し離れたところで珍しい花を見つけ、シャッターチャンスを伺っていました。その日は夏にしては風が強く、なかなか思うような写真が撮れないでいたのです。気温も上がらなかったため、川で泳いでいた私はすっかり冷えてしまい、早々と車の中で服に着替えてしまいました。父は相変わらず難しい顔をしてレンズを覗いています。退屈だった私は川上の方へ向かって河原を歩き出しました。セミの声とチャラチャラと流れる川の音以外何も聞こえません。どれだけ歩いたでしょう。振り返るとさっきまでいた場所がもう見えません。少し不安になり、そろそろ戻ろうかと考え始めました。その時、ゴロゴロという音とともに空に暗雲が流れ込んできたのです。ぽつりぽつりと雫が落ちたかと思うと、すぐに大粒の雨が降ってきました。慌てて近くにあった木の茂る場所へ避難しました。早く止まないかなと不安になっていると、ふと背後でちょろちょろと水が流れる音がします。振り返ると、少し茂みへ入ったところに小川が流れていました。そこに何やら輝くものが流れていたんです。興味をそそられた私は近くに行って見てみました。それは小さな灯籠のようなものでした。ゆっくりと川下へ流れていきます。どこから来てるのだろう。またも興味をそそられて、今度は小川の川上へと歩みを進めました。しかし、木が生い茂ってる上、雨雲のせいで空は真っ暗。足元もよく見えず何度も転びそうになりました。10分ほど歩いた時、前方で人のざわめきが聞こえてきました。軽く息を弾ませながら近寄ってみると、村の人たちが傘を差し、手に先ほどの灯籠を持って集まっていました。その中の一人が私に気づき、手招きをしたので行ってみると、傘と小さな灯籠を私に手渡し、一緒に祭りに参加しようというのです。そういえばお囃子の音が聞こえます。見ると、丸宮神社と書かれた石の鳥居があり、境内には出店が出ています。子供たちが楽しげに狐の面をかぶってはしゃいでました。なんだか私も楽しくなってきて、その人たちの輪に加わることにしました。と言っても、先ほど手渡された灯籠を川に流すだけですが、他の人と同じように灯籠を水面に置きました。しかし、私の灯籠だけが少し流れた後にひっくり返ったのです。炎は銃とかすかな音を立てて消えてしまいました。その瞬間、あれだけ賑やかだった周りのざわめきがなくなってしまったのです。うるさいテレビを消した時のような、そんな急な静寂でした。びっくりして見渡すと、さっきまではしゃいでいた子供も、世間話をしていた老人も、楽しげに笑っていた夫婦も、みんな寂しげな顔をして私を見ているのです。近くにいた老婆が無言で私の手を取り、二人でその場を後にしました。手を引かれるままに私は歩き続けました。どこまで行くのかな、そう思って顔を上げたとき、目の前には私が泳いでいたあの川があったのです。どうやら、ジグザグに歩いてるうちに戻ってきたようです。ふっと気がつくと、私の手を引いていた老婆の姿はありませんでした。さすがに怖くなってしまい、河原を走って逃げるようにその場から去りました。そんなに行かないうちに父の車が見えてきました。車のそばでは父が私を探しています。お父さん。私の声を聞き、ほっとしたように父が手を振りました。と、思ったら、ぎょっとした顔で指を差し尋ねるのです。その手に持ってるのは？それは先ほど祭りの村人に手渡された傘だったのですが、すでに傘としての役目を果たせないほどにボロボロに破れ、骨が見えていたのです。父に今まであった出来事を伝えると、
首をひねりながらこう言いました。雨なんて一度も降らなかったぞ。それに、その辺りで祭りなんてないと思う。あそこは随分時が生い茂っていて、そんな人が大勢集まれるような場所はないと思うけどな。そんなはずはないと、私は必死で抗議します。仕方ないなという感じで車を走らせる父は、そのままとあるお家に連れて行ってくれました。そこは父がマルセ村を訪れた際、よく世間話をしたりお茶をご馳走になったりして親しくさせてもらっている方のお家とのことでした。父も気になったようで、せっかくだからそこのお家の方に聞いてみようというのです。出迎えてくれた中年の女性は、私たちを客間に通し麦茶を出してくれました。父が祭りのことを聞くと、女性は母とつぶやき話してくれました。やっぱり珍しいことはあるもんですね。お盆近くになるとね、亡くなった方の霊が、丸宮神社に集まってお祭りをするという話があるんです。幽霊なのに神社っていうのも変な話ですけどね。小学生の頃、私の友達のちいちゃんという子も、その祭りに迷い込んだって言うんですよ。そこで灯籠を手渡されて、川に流したら沈んでしまったと。沈むということは、その人がまだ生きてるという印なんですよ。それで、仲間だと思ってた周りの幽霊たちががっかりしちゃうんですって。聞けば聞くほど、そのちいちゃんの体験は私と同じでした。迷い込む前に雨が降り出したこと、小川をたどって神社に着いたこと、村人に手を引かれて戻ってきたこと。小川はないけど、私のひいひいおじいさんの代くらいまでは、確かに丸宮神社はあそこにあったらしいのよ。でももともと小さな神社だったし、周りはあの通り生い茂ってるでしょ。そのうち誰も参拝しなくなったんですって。今もあるのかはわからないけど。私はやっと背筋に冷たいものを感じ始めました。あそこで賑やかに祭りに参加していた人たちは、みんなこの世のものではなかったんです。私の手を引き、こちらの世界まで誘ってくれたあの老婆もまた。その時、チリリン、と、風鈴が涼しげな音を奏でました。ぼんやりと風鈴のある隣の部屋に目を向け、思わず叫びました。そこにはお仏壇があり、遺影には私の手を引いてくれた老婆にそっくりのおばあちゃんが。あれ？トメさん亡くなったんですか？父も驚いて仏壇に目をやっていました。ええ。もう半年以上前です。88歳だから、天寿を全うしたんでしょう。線香をあげる父の隣に座り、私は遺影を眺めました。似てると思ったけど、少し違うような気もする。でも、はっきり顔を見たわけじゃないし断定はできない。あやふやでした。それどころか祭りの記憶もなんだかおぼろげで、必死で思い出そうとしても、記憶の画面にもやがかかってしまうよう。ただ、あのお囃子の音だけはしっかりと耳に残っていました。あれから何年も経ちました。あの一件があって以来、私がマルセ村に行ったのは2回だけです。なんとか神社を見つけようと思ったんですけど、正確な位置を覚えてませんでした。当時私が聞いた限りですが、村の人も、詳しく知ってる人はいませんでした。もう一度行きたいと思ってるのですが、残念ながら今となってはマルセ村はダムの底、あののどかだった村の風景は、もう父の写真の中だけのものになってしまいました。笹間のおばちゃん。子供の頃、両親が共働きで、うちには幼い俺を世話してくれてた笹間のおばちゃんという人がいた。おばちゃんはちょっと頭が良くなかったせいか仕事は持たず、自分家の畑とうちのお手伝いで食ってるようだった。おばちゃんの仕事は、学校から帰ってきた俺にご飯を作ることと、家の掃除洗濯、あと、体が弱く入退院を繰り返してたばあちゃんの介護だった。ある日、俺が学校から帰ってくると、珍しくおばちゃんはいなかった。
代わりにいつも寝たきりのばあちゃんが起きていて、今でお茶を飲んでいた。おばちゃんが家にいるのが普通だったので、ばあちゃんに、今日はおばちゃんは？と聞くと、今日はまだ来ていないよ。と言って、俺を2階に閉じ込めるように押し込んだ。今日は誰が来ても降りてきちゃいけないよ。と言って、お菓子とポンジュースを渡された。誰が来てもって、誰が来てもと聞くと、ばあちゃんは少し困ったような顔で、そうだよ。と言い、しい、ね。と、口に指を当てながら襖を閉めた。俺はおとなしくこたつに入ってテレビを見てると、6時近くになって薄暗くなってから、笹間のおばちゃんの声が聞こえた。2階といっても狭い家。玄関に誰が来たかくらいは聞き耳立てなくてもわかる。陽介くんはまだ帰ってきておらんかねえ。と、おばちゃんが言うので、出て行こうかとも思ったが、ばあちゃんの、誰が来ても降りてくるなという言葉を思い出し、そのままこたつでごろ寝を続けた。おばちゃんとばあちゃんのやりとりにしばらく聞き耳を立てながらテレビを見続けた。またしばらくして笹間のおばちゃんがやってきた。陽介くんはまだ帰ってきとらんかねえ。三浜や、かっこ俺がよく言ってた駄菓子屋、にもおらんようやが。するとばあちゃんが、今日はまだやがねえ。友達のところに遊びに行く言うてたから、遅くなるんやないかねえ。と、嘘をついた。幼心に、俺はかくまわれてるのだとぼんやり悟り、息を殺してこたつに潜り込んだのを覚えてる。日も落ちてすっかり暗くなって、おばちゃんはまたやってきた。陽介くん帰ってきたね。ばあちゃんは少しきつい口調で。まだよ。まだ帰らんよ。今日はもうご飯いいからお帰りなさい。と、追い返した。しばらくして、8時くらいになって父母が帰ってきた。ばあちゃんがのそのそと階段を上がってきて、俺に、もう降りていいよ。と言ってきたので、俺はいつもよりだいぶ遅めの夕飯を食べた。その晩近所の竹やぶで、笹間のおばちゃんが首をつっているのが見つかった。遺書には、希望がないのでもう死にます。一人で死ぬのは寂しい。みたいなことが書いてあったそうだ。身寄りのないおばちゃんは、何を考えて俺を探してたのか。推測すると、ほんのり怖くて、ちょっと悲しい。お姉ちゃん。私の母親が人形が結構好きで集めてる。その中でも母が一番可愛がっている日本人形がある。私は子供の頃から人形全般に興味がないんだが、かっこどちらかというと怖い。その日本人形だけ、なぜか私の夢にたまに出てくる。リアルに喋ったり動いたりしてて、そろそろ着替えたいんだけどね。こういう着物に合わない？とか世間話をする。まあただの夢だろうと思っていたある夜。私のことはお姉ちゃんって呼んでよね？なんて言われた。明くる日、母親にそのことを話してみたところ。両親が結婚して何年経っても子供ができず、諦めて娘代わりに買ったのがその人形だと判明。で、その一年後ぐらいに私誕生。だから確かにあんたは妹ね。と、嬉しそうに言われた。その日本人形は、今日も母の傍らにいます。母にとってはほっこりかもしれないけど、私にとってはほんのり怖い話でした。